コルタナは、マイクロソフトによって開発された AI アシスタントで、Windows 10、Windows 10モバイル、Windows Phone 8.1、マイクロソフトバンド、Xbox One、iOS および Android 用が存在する。コルタナは、サンフランシスコのマイクロソフトビルドデベロッパー、コンファレンスで最初のデモンストレーションが行われた。コルタナは2016年6月現在、英語。 フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、及び日本語版で利用可能であり、また使用する地域やソフトウェアプラットフォームにより異なる。コルタナの競合技術には、アップルのシリ、グーグルのグーグルアシスタントなどが存在する。コルタナの名称は、マイクロソフトのファーストパーソンシューティングゲームのシリーズ、ハロに登場する女性型人工知能の名前から付けられている。 コルタナの開発は2009年にマイクロソフトスピーチ製品チームのゼネラルマネージャーであるジグセラフィンと主任研究員であるレイリー・ヘックによって始められた。ヘックとセラフィンはマイクロソフトのデジタルパーソナルアシスタント技術のための構想、目標及び長期計画を立ててコルタナの初期プロトタイプを作るために専門知識を持つチームを立ち上げた。 コルタナデジタルアシスタントの開発のため、チームは本物のパーソナルアシスタントにインタビューを行った。これらのインタビューはノート機能に含まれるようなコルタナの数多くのユニークな機能に影響を与えている。オリジナルのコルタナはコードネームでしかなかったが、Windows Phone のユーザーボイスサイト上での単眼によって、コードネームが公式のものとして知られるようになった。コルタナは リマインダーをセットしたり、キーボード入力を行うことなく生の声を認識したり、Bing 検索エンジンからの情報を使って質問に答えたりできる。検索機能は Bing 検索エンジンのみで、すべてのリンクは Microsoft Edge で開かれる。Windows 10リリース当初は、規定のウェブブラウザーに検索語句が渡され、そのウェブブラウザーの規定の検索エンジンで検索されて、いたが、 Windows 10での検索体験を保護するためとして、2016年4月から Bing 検索エンジンと Microsoft Edge の組み合わせに固定された。Windows 8.1のユニバーサル Bing スマート検索機能はコルタナに統合され、ユーザーが検索ボタンを押したときに有効になる。旧来の Bing 検索アプリはコルタナに置き換えられた。コルタナは音楽認識サービスを含む。また、 サイコロを転がしたり、コイントスをシミュレートすることもできる。コルタナのコンセールウォッチは、ビング検索からユーザーが、どのバンド、またはミュージシャンに興味があるかを調べる。コルタナは、ユーザー情報をインデックス化して保持している。これは無効にできる。コルタナをオフに設定するだけでは、マイクロソフトのサーバーに保持されているデータは削除されないが、ユーザーの指示で削除することができる。 Windows 10において、コルタナを無効にしていてもなお、スタートメニューを通した検索によって、コルタナの情報を含むスレッショールド、アピシークというファイルが、Bing のウェブサイトに送信されることについて、マイクロソフトは批判を受けている。コルタナを利用可能な地域コルタナは、地域特化であり、発音をユーザーが居住する、国の日常言語、文化、会話パターンに合わせるようになっている。 例えば、イギリス版のコルタナは、イギリス英語のアクセントと単語で話す。シャオナとして知られる、中国語版では、緩和で話し、アイコンは、顔と二つの目で、表現されている。また、コルタナは、ユーザーの要求に合わせるためにローカライズされ、地元のスポーツチーム、ビジネス、テレビシリーズや、証券取引所などの対象地域に関連する、情報を表示する。 次の対応表は2016年10月時点の情報である。コルタナの自然言語処理能力はテルミーネットワークスより提供され、サトリと名付けられたセマンティック検索データベースと結びつけられる。コルタナの処理能力はマイクロソフトの大規模なクラウドコンピューティング資源によって供給され、マイクロソフトアズールの技術が使われている。ありがとうございます。